アコギの時間です、今回はですねラブソングの挿入歌である500マイルですね、ドラマと同じように、練習して録音する方法というのを解説してみたいと思います。また弾き語りのね、解説動画も作ろうとは思っているんですが、今のところカバーでですね500マイルというのを先日上げたわけなんですが、そちらの方ですね見ていただきましたでしょうか。まだの方はねリンクを貼っておきますので、こちらを見てからですねこの動画を見ていただくと分かりやすいと思います。アップしたカバーはですねちょっとドラマとはちょっと多少変えてるんですが、ドラマの方はですね最初アカペラですね、伴奏がなくて途中から伴奏が入るパターンになってたんですが、僕が上げたのはですね一応軽く伴奏つけてるんですよ。これは佐野さくらさんがですね歌ってる通りに弾いたのを伴奏つけてるわけなんですね。それをですね解説してみたいと思います。よくですねドラマの歌をですね練習するときに、ドラマの歌と一緒にですね、練習するという方が多いと思うんですけど、こういった特殊な、ソフトも使って、今僕はやってます。これはねソナーというソフトなんですけど、今この4チャンネルですねこういったのがあるんで、これをね解説してみたいと思いますが、まずは基本的なのはですねテレビから音を取ってですねそれに合わせて弾くんですけど、こちらの場合ですねソフトを使うんですよ。1トラック、2トラック、3トラック、4トラックとありまして、これが別々に音が出るような感じのソフトなんですね。でまずこの1トラック目にですね原曲をね、ここですね原曲を入れるわけです。原曲を入れてそれに合わせて弾き語りを練習するという、ちょっとこれね著作権の関係でですね音源を流すことができないので、ちょっとこう口頭での説明になりますから難しいんですけど、まず原曲を流す、そして、それを聴きながら弾き語りの練習をすると。で今度はですねそれを原曲を弾きながらギターを入れるわけですね。原曲を弾きながらギターを入れるんですけど、普通のカセットではですね原曲が入ってしまうんですけど、こういったですねソフトを使えばですね別々に録音することができるんです。単体でね、原曲を聴きながら3にギターを入れて4に歌を入れるということにするわけですね。そしてあと1、2、3とあります、4とありますけど、ギターと板を原曲に合わせて入れたらですねこの3と4だけを使って1、2はですね、その再生しないにして、でギターと歌だけを流して今動画を作ったわけなんですね。その説明もしておきましょうか。はい、こういったね特殊なソフトが使ってるんでちょっと難しいとは思いますけど、フリーのソフトもありますのでね、容量だけ分かってもらったら大丈夫だと思います。今ですねここのですね1っていうのがあるんですけどね、この1、1にですね、原曲が入ってるわけですね。これ著作権の関係でちょっとここでは流せないんですけど、1に入って1を聴きながらこの2にですねギターを入れて、3にボーカルを入れてるわけですね。わかりますかね。でこれが同時にやってるわけなんですよ。これでこうちょっとこういうふうに弾きますと、次のこうですね、汽車が、こんな感じになってるわけですよ。駅に、これ間が空いてるのはドラマと同じようになってるんですね。この街、わかりますかね。この波形があるんですが、波形はこの、佐野さくらさんがね、藤原さくらさんが歌ってるやつなんですね。それに合わせてこう弾いてるわけです。だからぴったり合わせるわけですね。でここですね、こう2のトラックと3のトラックに別に入れてるんですよ。で今1のトラックをミュートしてるんで、1のトラックは今出てない状態なんです。で今2と3のトラックが、入っているわけですね。でここですね、ここを3をですねミュートすると、このギターのみ入るわけです。でこれをやると歌が、こういったソフトがあるんですね。これこっちの方をミュートすると歌しかないと、こういう感じのソフトがありますので、別トラックでできるということなんですね。だから今動画に上げてるやつ前半はですねこの2つのトラックをやって、カラオケの方はこの歌をですね、歌をカットしてカラオケだけで流しているということなんですね。
はい、ここまでの理由がちょっと分かったでしょうかね。ちょっと難しいのは難しいんですけど、もう一回言いますね。ここで、原曲を流しながら、2と3でギターと歌を入れてるという感じになってるんですよね。でそれで、書き出しをするわけです。書き出しというのは、1はミュートして、2と3のみを書き出すわけですね。で歌とギターが入っているものを書き出して動画にする、音声だけしますね。でここですね、またこういうふうにして動画を撮ったやつを、まあ1トラックにこうね、今度はあの違うあのビデオ編集ソフトになるんですけど、次はこのビデオ編集ソフトでこの1にですね動画を入れて、そして2ともう一つのこっちの方ですね、こっちの方に、まあ、ギターと歌を入れてそこで合わせるということなんですが、この動画を入れた時に映像と音声があるんで、映像だけ使って、歌とギターは別でこう合わせていくという作業でやってるんですね。ちょっと難しいとは思うんですけど、これが慣れたらね、できると思うんですが、はい、それではですね、今度は動画編集ソフトの Adobe の Premiere Pro というのを使ってですねやってるわけなんですが、これをちょっとこうグーッといきますとこちらですね、ここのですねビデオ1にですねこのビデオを入れてるわけです。でビデオのオーディオの1にビデオの音声が入ってるわけですね。こちらでこのこっちのですオーディオ2の方にですね、書き出した音だけをここに入れてるんです。この3つですね。でここの音をですねビデオの映像だけをオンにして、これはあとはギターとボーカルのね書き出したやつをここに入れてるんですよ。だからこのビデオ1とオーディオ2を使ってるんですね。でこうして、あとはこういう感じですね。こういう感じで、なっております。でここでテロップを入れてるわけですね。下にテロップを入れながら、ここの若干ですねここを見てもらったら分かりますけど、ここですね、ここのちょっと間がありますよね。間はこのビデオの音声に、いや映像にですねこの、この音声をこう微妙に合わせてこのですねちゃんとこれがですね音とちゃんとこれが合うようにこうしてるわけです。こういう感じで、作っております。はい、という感じですね。今回はちょっと難しかった方もいらっしゃると思いますが、ラブソングの挿入歌ですね、500マイルを、ドラマと同じように練習して録音する方法ですね、録画する方法を解説してみました。もしわからないところがありましたらまたご質問いただければいいと思います。まあ、ソフトはねいろいろありますので、容量だけ覚えていただければいいと思います。はい、あこぎの時間でした。500マイルのね弾き方動画も上げていきますので見ていただけたらいいと思います。よかったらですねチャンネル登録の方よかったらお願いしたいと思います。それではまた次回です。アコギの時間でした。